まつげ取れとる。あ、どこ行った？めっちゃまつげ取れとる。もうめっちゃさ、待ち受け取れちゃって、見て、ほんともうないに等しいで。おまだギャンギャン？そう。こっちはまだなんかちょっといい感じにあるように見えるんですけど、こっちガチじゃない、ないですけど。早い。やばい、何しようとしたかもうすぐ忘れちゃう。
とうございます。みんなは今日も仕事？ございます。お手洗い行ってもいい？お手洗い行ってもいい？でこい。無酸菌飲料なんじゃ。どういう味なんだよ。だしミルク。これすら。いただきます。
コールスローだわ。なんで早起きっていうか、めんどい。こんなん、こんな足美味しいかな。ガチ想像つかないんだけど、普通になし、普通になし。ありがとうございます。ダメだ、クーニーさん、ごめん。おいしい、コールスロー。うん、おいしい。雨上がったよ、ごめん。昨日の夜中ぐらいに雨止むんじゃないかな。外確認してないから分かんなかったけど、ね、音的にはやんでるとかいうか、
そうだよね。こうやって言ってるから。寒くね。ごめんかよ。しかも右目に限って痛いんよ。痛いじゃない、かゆい。いらっしゃい、頑張ってきてね。おはよう、元気？お腹減った。仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってね。またハットありがとう。お腹すいた。もうチョコレートしかないもん。
そのいただいたレモンケーキ食べようかな。飲み物チェンジココアにしました。なんかめっちゃ最近思ってココアなんかそうこの間久しぶりに飲んでもうココアにココアのドリカムになったんや。もうめっちゃ甘すぎて、えココアってこんな美味しいみたいな。レモンケーキじゃあ、かにぃあ、かにぃあ、かにぃディアンス、あ、じゃあハサミでやっちゃいます。じゃーん、うまそう。ずっしりなんだけどなんか全然重たくなくて、でさこの上にねこれチョコレートなんですよ。チョコレートコーティングされてレモンなんでしょうけど、どこまでもレモンに仕上がったって感じです。どこどこなしゃくるぼ
私色に染まりやがってって。好きだもみさん、とっとい、ありがとうございます。とっとい、おいしい。だんだん真似た。めっちゃ美味しかった。お腹いっぱいになったかって？ただあきさんがお腹いっぱいになることなんてまじますけど。全然お腹いっぱいじゃない。腹半分目がよろしいかと。めっちゃ正論きたんだけど。みんながおるっけ。やばい、ごめん、何でもない。いやもう私の頭の中でさ喋っとってさ、もう
かな。ちょっと待って、みんな今やばいこと起きた。やばいやばい、シングルガチャで当たったんだけど。10連で当たるのはまだ
あるんだけど、シングルガチャで当たったんだけど結構上がってる今んとこ今。えでもない？結構やばいんだけど。今日はついてるかもしれんな。高神様の本気見せちゃいますね。行くで。フルコン見ててや。はい、もう終わった。ウェーン、全然ダメやったで。お仕事いたっしょ、キュピさん。ロボテイトさん、ありがとう。
ングで見ててや。てかあの初めてやる曲なんだけど初めてやる曲でフルコンやろうと思ってんのやばくない？なんかさ、これなんかスキルみたいなんでね、なんかまあ、ミスしたりしても体力が消費される一定数、一定時間体力が消費される間はなんかミスをしてもミスにならないみたいなスキルがあるんですけど、逆にあのスキルのおかげであとちょっとしか体力がないときは死んじゃうんですよね。なんだいそれって。うさん色とりどりのだるまありがとうございます。ゆっちゃんハットありがとう。びっくりした寒い。フルコン見ててね。
コンじゃないけど。それなぐさんポンタありがとう。寝てるように見える。嘘。レベア。今日はどんな一日していきたいですか、みんな。あまり忙しくならないこと忙しくならないのがいいね。よく言えばね。福さんハットありがとうございます。やばい、でも最近寝てる。配信終わった後も寝ちゃってる。みんな寝たくなかったけど。
ではあまり寝れる。いや、でも睡眠時間は足りる絶対。10時になったら終わろうかな。じゃあ今日は私も頑張るぞ。バルディ、それはごさんあったありがとう。今日ちょっとママタが重そう。しな、私は全然重くないんですけど。まあ開いてるか開いてないかっていう問題は分からんけど、怖ない気もするけど、もう分かんない、重い気もするわ。じゃあだるも、体がだるもい。おはや、エッチセンさんかな。こんにちは。兵庫県淡路市吉本在住の方、キューノです。こっちの方がいいかも。オーダミン P、 元気はたらつオーダミン C。 じゃあ、かゆいんです。
待って、みゆなちゃんって呼んでたっけ。で聞いてくれたらいいんだけど、ゆうかさん、世間こんにちは。Thank you.
とかどっかんどっかん、2番行きたい。早く行けたらいいね。行きたい。パス買わなきゃ。
てない才がポンドゥー、ありがとう。今日からまた1週間一緒に頑張ってこうね、共に頑張ろうな。で第2位がふうさん、ありがとうございます、ありがとう。そして本日の第1位がアトシさんです、ありがとうございます。と朝からまた今日もありがとうございました。なあ、ほとんど何もしてなかったですけれども、その見てくれてありがとう。ちょっとまた皆さんと一緒に楽しめるようなコンテンツを増やしていけたらと思っておりますので、ぜひ皆様ね、なんかやりたいこととかあったらぜひ言ってくれたら嬉しいでございます。ちょっと早いんですけど配信を終わりたいと思います。皆さん今日もありがとうございました。ちょっと寝ます。すいません、ありがとう。皆さんまた明日の朝配信、明日はあれですよ、夜も TikTok ライブがあるのでよろしくお願いします。皆さんまた頑張ろう。